DAO とかふるさと納税をどうしようかとか、いろんなアイディアの中でみんな山越の話がでなんか想像力がこう活性化されて、今国の方でも岸田さんのところからこの Web3 をもう少しこの成長戦略に入れて、で次の資本主義はこうだよねみたいな話で、結構実験をしたいっていう話で、でもう少しその DAO みたいな組織化とかトークン発行とかってどうのこうのって話ずいぶん出てるんだけども、多分実験やりたいって言ったらなんかいろんな一緒にやりたい人たちいると思うんだけども、ただそもそもその村民がついてこなかったらできないと思うんだけども、その辺ってどうなんだろうね。いや、これ面白いなと思ってるのは、今までの例えば町づくりとか地方創生みたいなのっていうのは、そこに住んでいる地元の人たちが主体で、で周りの例えばこう関係人口とかいう表現があるんですけど、こう周りの人間はどっちかというとサポーターっていう、そういうこう主従な関係あったんですけど、このなんかデジタル、山越 NFT を通じて起きてることっていうのは、なんかどっちも主なんですよね。だどっちがサブでどっちが主でっていう関係ではなくて、それぞれが主で、でもそれがいい意味でなんかこうお互いをこう影響し合って物事を動かしていくっていうのが今起きてるんですよね。で DAO みたいなキーワードも、今山越も山越 DAO っていう表現を使い始めたりしてるんですけど、つまり例えば山越村だって、放っておけば消滅してしまうかもしれないし、日本の他の自治体だって2040年までに半分なくなるって言われてるんですよね。だから既存の枠組みでそもそも物事を考えていくと、未来がない。だからそこを拡張して、それこそ DAO なんですけど、 DAO でその地域を存続させていくっていうことが結構必要不可欠になってきてるんだなっていうのを、なんていうかな、リアルな住民の人たちも真剣にその地域の未来を考えていると、あんまりそこに対する抵抗感がないっていうのが、なんかやってて感じることですよね。なるほどね。多分運用のところが結構大変になってくるかなと思っていて、こういろんなこう海外の方、英語圏の方、今回だと中国語圏の方とかが入ってきていただく中で、言語っていうところもありますし、あとこう NFT のこう文脈、クリプトの文脈ってどんどん日進月歩ですぐ変わっていくので、そこをこうキャッチアップしながら、でもローカルのことが分かる人もいなきゃいけないっていう、今回こう運用していく中ですごく難易度が高いし、いろんなこう知見を持っている人たちがいないといけないので、そこのこうチームのビルディングというかが結構課題になってくると思いますね。だから結構そういうプロジェクトのみんなね、だからやっぱコミュニティマネージャーとかコミュニティを作る人たちが今圧倒的に足りないのと、やっぱり技術者だよね。だから案外そういう、こう足回りのところが、プロジェクトを愛してる技術者とかコミュニティマネージャーも育たないと大変だなって、僕もいろんなプロジェクト見てて一番そこが足引っ張ってたりすると思うんですよね。